修道院長聖アントニウスは、イタリアのマニエリスム期の画家、ヤコポ・ダ・ポントルモによる盤上の油彩画である。現在、フィレンツェのウフィツィ美術館に所蔵されている。作品の本来の所蔵元と依頼者は不明であるが、ポントルモの聖ヨハネとの様式的類似性と、老コジモの肖像に描かれている非常に類似した巻物に基づいて1519年頃の制作とされている。この年代測定は、より遅い制作年と主張するクラップとサルビーニを除いて広く受け入れられている。ルチアーノ・ベルティは、聖人の表現にデューランの影響を見ており、身振りにはミケランジェロのシスティーナ礼拝堂天井画に描かれているシビュラたちと預言者たちの影響が見て取れる。ポントルモは1515年頃のローマへの旅行でシスティーナ礼拝堂天井画を見た可能性があり、北ヨーロッパの版画に対するポントルモの称賛も記されている。カタログエントリー。2021年7月14日閲覧。エリザベッタ・マルチェッティレッタ、ポントルモ、ロッソ・フィオレンティーノ、スカーラ、フィレンツェ1994、ISBN 8881170280。ありがとうございます。